技術高専東京校で文化祭が開かれることになった。若者は青春しないとねという五条先生の提案らしい。それでも生徒の人数が少ないので京都校の人たちも招待して合同で行うことに。その中で俺はある計画を立てている。それは文化祭の最中に牧と教室でキスをすること。一般の高校では文化祭マジックって言って文化祭でカップルが急増したり一気に進展することが多いらしい。いつも絶対にできない教室でのキス、文化祭マジックを使って俺はしてみたい。はい、文化祭午前中終わり。東京校のみんなは出し物お疲れ様。あー疲れた。午後は午前中にお客さんをやった京都校のみんなが出し物をするからね。東京校のみんなは今度はお客さんとして好きなところを回ってね。好きなところつったって屋台がそんなにねえんだよな。京都校の人たちの他にも学長や先生、補助監督がお店を出して盛り上げてくれているけど、やっぱり人数が少ないと寂しいな。でも人数が少ないから今は教室には誰もいないはず。うまいこと牧をそこに連れ込んで二人きりでキスを。うわあ、なんだか考えたら恥ずかしくなってきた。でも一回はしてみたいんだもん、教室でキス。おいトゲ、どうした？おかか？あ、なんかお前顔赤いぞ。熱でもあんのか？ほらおでこ見せてみろ。おかかおかか。そうか？明太子。お、そうだな。見てたか、サトル。見てたよ、パンダ。何やらあの二人、っていうか主にトゲが怪しかったよな。怪しい匂いがプンプンしてたね。これは密着するしかないよな。面白いものが見られる予感。さて、私は前のメイド服が見れたからもう満足なんだが。ツナマヨ。ああ、東堂のやつが高田ちゃんがどうのこうのとか言ってまた付き合わされてるみたいだな。スジコ。さて、次はどこの屋台に行くか。いくら。お、いいぞ。どこ行きたいんだ。スジコ。なんだよ。ツナマヨ。あ、なんだって。いざとなると言えない。っていうかいきなり教室に行きたいなんて怪しいかな。教室には何の屋台もないし、なんで教室行きたいんだよって言われたら終わりな気がする。ここは自然と教室の前を通って誰もいないのを確かめて連れ込むしかないな。うん、そっちの方がスマートだしかっこいい気がする。ツナマヨ。探検？毎日通ってる校舎を今さら探検して何が楽しいんだ。確かに。あ、そうだ、明太子。宝探し？おう、誰かの出し物なのか。鮭。ツナマヨ。へえ、ご褒美か。新しい塾とかくれるかな。鮭鮭。いいな、どうせ暇だし校舎の中探すか。鮭。うまいことマキと二人で校舎を回れそうだ。あとは教室の前をそれとなく通ってマキを連れ込むだけ。昆布。おう。なんか急に緊張してきたな。イメージトレーニングはしておかないと。理想としては夕暮れのオレンジ色の光が教室に差し込んでいて、文化祭の終わりに近づいてマキが楽しかったななんて言って、俺がマキと回れて楽しかったよなんて言って視線を合わせて、マキが照れたところに俺がキャー、照れちゃう。おいトゲ、お前さっきから急に無言になったり一人でニヤついて顔赤くしたりなんか変だぞ。おかか？やばい、顔に出てたか？妄想の世界に入っちゃってた。つーか、サトルのやつどんな宝を隠したんだ？スジコ。それが分かんなかったら見つけられっこねえだろう。宝探しなんて適当に言ったことだからな。でもこのまま行けば教室に着くし、予定より早いけど教室でマキとキスができれば俺はいい。待ってろよ、俺の文化祭マジック。お、マキとトゲな。パンダとサトルじゃん。よう、なんでこっちにいるんだ？こっちには屋台とかないよね。まずい。こっちなら誰もいないと思ってきたのに、なんでいるんだよ二人とも。なんでって、お前の宝探しに付き合ってんだろ。え、宝探し？やばい、俺の嘘がバレる。あ、なんだよその顔。お前が宝見つけたらご褒美くれるってトゲから聞いたんだが。え、何それ。トゲ、どういうこと？五条先生。トゲがすごい必死な目で僕を見てる。なるほどね、何か訳があるんだな。ああ、実はそうなんだよね。宝見つけたらご褒美。先生、命の恩人。どんな宝なんだよ。さすがにそれぐらいは教えてくれよ。ダメダメ、すぐ見つかっちゃうもん。宝探し？俺は聞いてないぞ。トゲとサトルの様子を見るに
とっさにトゲがついた嘘をサトルがかばったってところか。ワキは騙されてるみたいだが、しかしトゲはなんでそんな嘘を。臭いぞ、何か怪しい匂いが。パンダの嗅覚を舐めるなよ。なんかパンダがニヤニヤして俺を見てる。すごい嫌な予感がする。じゃ、二人とも頑張って見つけてね。見つけたらご褒美忘れんなよ。はいはい。よかった、二人と合流するっていう最悪のパターンは避けられた。マキと二人きりじゃないと教室に連れ込んでキスなんてできないし。つなまよ。そうだな、本当は俺たち付き合ってるんだし手だってつなぎたいけど、マキは校舎でそういうことするの嫌がるんだよな。多分誰かに見られるのが恥ずかしいんだろうけど、まあキスさえできれば俺は満足だから、それまでは我慢。たく、柔術高専って意外と広いんだよな。まさか寮の方まで範囲か。岡か。ん？なんでわかんだよ。あ、しまった、教室の方に向かいたい一心でとっさに寮の方にはないなんて言っちゃった。何か言い訳を。まあ確かにあっちまで範囲に含めたらさすがに見つからねえよな。一番隠しやすそうなのは私たちが普段使ってる教室だろうし、そっちの方行ってみるか。助かった、ナイスだよマキ。でお前らは何やってんだよ、このストーカー野郎ども。げ、バレた。さすがマキ。おかか、なんでわざわざ隠れて後をついてくんだよ。パンダも宝探しに参加したいなら一緒に来ればいいだろ。サトルはなんだ、宝が見つかるか見張ってんのか。ああ、まあそんなところ。俺は今回はサトルといるよ。宝探しは二人で頑張ってくれ。なんだよパンダ、こういうイベントにお前が乗ってこないなんて珍しいな。二人とも顔がにやけてる、絶対に俺の邪魔をするつもりだ。ふふ、さあトゲ、僕らに二人のラブラブを見せておくれ。俺たちの目を盗んでラブラブしようだなんて100年早いぞ。こうなったら明太子。あ、おいトゲ、ツナマヨ。どうしたんだよトゲ。まさか走って逃げるつもりか。僕から逃げようなんて無駄なのにね。まあいい、若者の青春は大事だし、ここは少しトゲの好きにさせてラブラブしそうになったら割り込もうっと。トゲとマキが顔真っ赤にするところが目に浮かぶね。おいトゲ、どうしたんだよ。はあ、はあ、おいツナ、お前さっきからおかしいぞ。サトルと変な顔して睨み合ったと思ったら今度は私の手を急に掴んで走り出すなんて。おかか。あ、いいや別にいいんだけど、この手はいつまでこのままなんだ。おかか。うわ、勢いのまま手を握って走っちゃった。しかもパンダと五条先生を巻いた後も無意識にギュッと握ってた。恥ずかしい。たく、わざわざ振り払わなくても付き合ってるんだしこれぐらいはいいのに。ま、トゲは私が恥ずかしがるとでも思ってるんだろうな。もう付き合ってかなり経つんだし手をつなぐくらいなら気にしねえのに。さすがに学校でキスしたいとか言われたら全力で止めるけどな。っていうか適当に二人から逃げてたらたまたま教室の目の前に着いちゃった。こんな気まずい状況でロマンチックなキスなんかできるかな。いや、邪魔者がいない今がチャンスなんだ、絶対にしてみせる。ツナマヨ。教室？ああ、宝探しの最中だったな。うん、教室の中で隠せる場所っつったらやっぱり机の中か。ツナ。ん？おかか。なんで急に謝るんだよ。スジコ、明太子。え、嘘？いや、なんで嘘なんか。っていうか、サトルだって言ってたじゃねえか。ツナマヨ。はあ？そんな嘘ついて何したいんだよ。明太子。え？イクラ。昆布。おい、ちょっと待て。なんでこっちに詰め寄ってくる？スジコ。はあ？キス？ここで？鮭。言っちゃった。恥ずかしい。マキの顔が見れない。お前だからあんなに必死に。なんかすごい呆れられてる。で、お前は私と文化祭の最中に教室でキスをしてみたかったと。鮭。このバカ。マジでバカ。恥ずかしいやつだな。本当。おかか。ってあれ？マキ顔真っ赤だ。もしかしてすごい照れてるから暴言吐いてるだけ？マキって照れを暴言で隠そうとするし、これはワンチャンいける？意外とマキって推しに弱いし、行くしかない。トゲ、マキ。
パンダの声。あの二人どこ行ったかな。やっぱり教室じゃない。二人っきりでラブラブするって言ったら教室でしょ。そっか、教室か。やばい、こっちに来る。どうしよう、もう逃げ場も時間もない。道芸、こっち来い。ツナ、窓際に行って何よ。俺とマキの体をカーテンで隠した。お前不器用すぎるんだよ。え、あれ教室誰もいないぞ。おかしいな。確かにトゲの呪力を感じるんだけど。よう、サトル、何か用か。お、カーテンに隠れてたのかよ。ちょっとちょっと、二人で何してんの。別に何もしてねえけど。嘘だ、カーテン隠れてイチャイチャしてたんだろ。は、何バカなこと言ってんだよ。っていうかトゲ、どうしたんだ。トゲ、いつまでカーテンにくるまってるのさ。ほらトゲ、こっちに。ってトゲ、おっかっか。トゲさん、顔真っ赤なんですけど。マキ、トゲに何した。別に何もしてねえよ。嘘つけ、トゲしっかりしろ。救急車。さなが、文字通り幸せすぎて気絶した俺は気づいたら医務室にいた。起きると隣でマキが椅子に座ってて、恥ずかしくて顔も見られなかったよ。まさかキスで気絶するなんてと、マキには散々からかわれたし、パンダと五条先生には何があったんだって問い詰められるし、マキ本当にやることがイケメンすぎて男の俺が困っちゃうよ。でもまあ文化祭マジックは大成功ってことでいいかな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。